DAW レスの鈴木です。今回は前回に引き続きスティーブン・セラットドラムの SSD5.5 のフリーバージョン、こちらの使い方ご紹介してみたいと思います。今回は軽空屋上で使っていきますけれども、プラグインの使い方自体は他の DAW ソフトでも全く一緒ですので、ぜひご参考ください。まずトラックに SSD5 インサートしていきます。起動するとこのような画面が表示されているかと思います。画面の上側は使用することができる音色、フリーバージョンの場合は3音色表示されていると思います。画面の下側がドラムのインターフェース表示されていると思うんですけれども、今は音色が読み込まれていませんので半透明な状態になっているかと思います。まずは音色読み込んでいきましょう。画面上側のキットプリセットの部分から一つダブルクリックしてみてください。そうすると音色が読み込まれて、このようにドラムセットに色がつくようになりました。MIDI キーボードをつないでおくと、このように演奏することができますし、またマウスで画面クリックすることでもそのサウンドを視聴することができるようになっています。ちょっと3つのドラムサウンド聞いてみましょう。これが一番上のやつですね。全体的な音の方向性としては非常にわかりやすいロックサウンドという感じだと思うんですけれども、微妙に音色の雰囲気が3つで違ったのがわかるかと思います。またこれはフリーバージョンの場合はあまり使うことないかもしれないんですけれども、画面左上ライブラリーというところでインスト、こちらをクリックすると各キットピースごとの変更ができるようになっています。例えばメインのスネアを差し替えたいなんていう場合は、このままドラッグ&ドロップすることによって差し替えることができます。またこの時に画面右上のこのスピーカーのボタン、こちらを点灯させておきますと、そのサウンドクリックするだけで簡単に視聴ができますので、これも知っておくと便利かなと思います。続いてエディットページを見ていきましょう。このページでは各ドラムサウンドをより細かく編集していくことができます。例えばスネアドラム、これのチューニングを上げてみましょう。チューンつまみを上げていくと、逆に下げてみると、みたいな形でチューニングを変えるだけでもドラムの音色、雰囲気というものがらりと変えることができますので、この辺を調整していただきますと、音色としては3つしか入ってないんですが、かなりバリエーションは作れるかなと思います。他に調整できる項目としてはボリューム、今スネアのボリュームを0にしても音が鳴っているのは、これはこのミックスの方でまた詳しくご紹介しますけれども、各キットをダイレクトで拾っているマイクに加えてオーバーヘッドやルーム、つまりドラムの全体でこう上からマイク拾ってるものであったり、部屋鳴りを拾っているマイクなんていうのも入ってたりするので、ダイレクトのボリュームを下げてもこのように音が鳴るという感じになってます。またキットピースによっては様々なバリエーション、アーティキュレーションなんていうものが用意されている場合もあります。スネアの場合ですと普通のヒットですね、センター、リムショット、リムショットのエッジ、サイド、サイドスティック、それぞれに対して細かいボリューム調整を行うことができますので、例えばリムショット大きいななんて思ったら少し下げてあげるとか、そういったカスタマイズもできるようになっています。またこの SSD5 下の方をスクロールしていただきますと、このスネアのロール、打ち込むときにこの音を混ぜてあげることによって、より生っぽいリアルなフィーリングを再現することができたりもします。また画面の真ん中の部分では各マイクに対してどれぐらいの音量を送っているのかというのを設定することができます。例えばスネアの場合はトップマイク、ボトムマイク、リング、そしてオーバーヘッド、ルーム、また下にありますね、そしてルーム B なんていうものがあるんですけれども、それぞれボリュームとパンを設定することができますので、例えばオーバーヘッドの送りを大きくしてパンを振ってみるなんていう風にすると、今スネアのパンが変わってるのがわかると思うんですけれども、このように生のドラムレコーディングでは不可能なような細かいチューニングができるようになっているのも面白いところかと思います。
またその右側ではエンベロープ、つまり音量変化を調整することができます。例えば A アタックを上げていくと、こういうふうに音の立ち上がりをコントロールすることができますし、サスティンやディケイの数値をコントロールすることによって余韻のコントロールもできるようになっています。このあたりこだわりたい方はどんどん追い込んでみてください。続いてミックスのページ、こちらでは各マイクのボリューム調整を変更することができます。ちょっとわかりやすくするためにドラムのパターンを一回打ち込んでみましょう。このままコンタイツかけちゃいます。画面の下側見ていきますと、キック、スネア、ハイハット、タムなんていう風に各キットピースごとにこのようにフェーダーが表示されていると思います。基本の使い方は DAW ソフトのミキサーと全く一緒ですので、各チャンネルごとに S、ソロですね、ミュート、そしてフェーズがついていたりですとか、パンポットを使ってパテイを設定する、チャンネルフェーダーでボリュームを設定するなんていうことができます。右側に行きますと、オーバーヘッド、ドラム全体で上から撮ってるやつですね、とかルームマイクといったものもありますので、例えばアンビエント少なめにしたい、ドライな感じにしたいなっていうのであれば、この辺のルームマイク切っていただくと、このようにダイレクト感のあるサウンドを作ることができます。また画面上部には先ほどご紹介したエディットのパラメータも表示されていますので、ボリュームとチューニング組み合わせながらサウンドメイクしてみてください。続いてマップウィンドウ、これは右のノートナンバー、キーマップを変更するためのウィンドウです。例えば今 C1 でキックが鳴っていますけれども、これを例えば C2 にしたいよなんていう場合には、この画面を使ってカスタマイズしていくという形になるんですけれども、これも説明始めてしまうとかなり長くなってしまいますので、今回は省略させていただきたいと思います。そしてグルーブ。SSD には最初からリズムパターンがいくつか入っていまして、このグルーブ画面から視聴したり使用することができるようになっています。ライブラリでざっくりとした音楽ジャンル、カテゴリー、そしてグルーブのところで実際のパターンを再生していくという感じになっています。ちょっと再生してみましょう。この時にオートプレイ、こちらクリックしていただくと、パターンを選ぶと自動的に再生がスタートします。で、使いたいものが見つかった場合には、このパターンをそのままホスト DAW ソフトにドラッグ&ドロップしていただくことによって、簡単に MIDI データとして取り込むことができるようになっています。もちろんこれ MIDI データですので、取り込んだ後から編集を行っていくなんていうこともできるようになっていますので、このあたりはいい感じで使い分けていただければいいかなと思います。またセッティングでは細かい設定ができるようになっています。例えばユーザーインターフェース、画面デザインを少し大きく表示する、マスターのボリュームを設定することもできるようになっています。ここまでサウンド聞いていただいて分かったと思うんですけれども、フリーのドラム音源とは思えないほどリアルなサウンドを楽しむことができますので、これはダウンロードしておいて損はないかと思います。例えばケイクウォークに最初から収録されている SI ドラムキット、これと鳴らし比べてみましょう。まず SI ドラムキット、デフォルトのパッチです。これSSD、同じパターンを演奏しても SSD で鳴らした方が圧倒的にリアルで生々しい感じになっていたのがわかるかと思います。前回の冒頭でもご紹介した通り、ドラムというのは曲の根底になる楽器ですので、この音色によって曲全体のクオリティ、印象というものがガラリと変わってしまいます。ドラムの音色をグレードアップすれば、簡単にクオリティアップを狙うことができるよということですので、ぜひこの SSD5.5 フリーバージョンお試しいただければと思います。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。